番組からのお願いです。花子さんのファンになられた方、ぜひチャンネル登録をお願いします。花子、今日はバイキング美味しかったね。うん、いろんなおかずが食べれて、ご飯の遊園地みたいだったね。すっごい楽しかったよ。よほど楽しかったのね。じゃあ今夜のお話も豪華にしてみましょうか。嬉しい、お母さん大好き。花子、こんなお話はどう？霊感のある男の一日。俺は霊感がある最強の男、その名も清明。今日はそんな俺の一日を紹介しよう。朝、電話の着信で起床。はい、もしもし。私メリーさん、今君の家の前にいるよ。朝からほざけ。出勤途中にも電話が鳴るが無視だ。しつこいぞメリー、着信拒否したいんだけどできないんだよな。それにしてもなんで俺の番号を知ってるんだ。そして職場までの運転中。ああ、職場まで遠いな。そろそろ引っ越しも考えなきゃな。俺は見通しの良い道を走っていた。ふと気がつくと、後ろから猛スピードでババアが追いかけてくるのが見えた。ち、またかよ。ほんと飽きねえな、ターボばあさん。抜かされるわけにはいかないので、俺はアクセル全開でターボばあさんを振り切った。いつものことながらあくびが出るぜ。そして俺の勤務先にて。阿部さん、お茶飲みますか？ああ、ありがとうございます。給湯室まで取りに行きますよ。優しい事務員さんがみんなにお茶を入れてくれていた。椅子から立とうとすると足が動かない。足元を見ると白い手が俺の足を掴んでいた。俺はすかさず白い手を振りほどいて蹴りを入れる。白い手はおとなしくなった。ああ、ちょっとリフレッシュするかな。仕事中に一息つこうと窓際で外の景色を眺めていると、屋上から落下していく女と一瞬目が合った。あんまり美人じゃないな。携帯をふと確認してみると着信が16件。慌ててかけ直すと。私メリーさん。お前か。阿部さん外回りですか？行ってらっしゃい。そのまま直帰しますね。俺が営業先に向かっているとマスクをした女が声をかけてきた。ねえ、私綺麗？時間がないので右ストレートを入れて回避。口先女はその場にうずくまって動かなかった。悪いけど忙しいんだよ、毎度付き合ってる暇はない。あ、一応トイレに行っておくか。営業先のトイレは借りづらいのでコンビニでも行こうかと思ったが、ちょうど公園に公衆トイレがあった。おっと来いよ。無事に用を足してトイレから出た時にリカちゃん人形が落ちていることに気づいた。公園で遊んでる子供の落とし物か。私リカちゃん呪われているの。そのまま床に放り投げた。仕事終わり。さーて帰れる。ビールとおつまみが俺を待っている。家までの運転中、ふとバックミラーに目をやるとまた何かついてきている。今度はなんだ。朝はターボばあさんだったが、今追いかけてきているのは上半身だけの女だった。なんだ、テケテケか。俺は急ブレーキをかけた。テケテケはバンパーにぶつかった。痛かったらしくテケテケはどこかに逃げていった。家に着いてふと携帯を見ると着信が49件。またあいつか。あー疲れた。我が家が一番だな。っておいこら。俺のベッドの下に男が隠れていた。また入ってきやがって。出ていけ。俺は男をボコボコにして追い出した。男は泣きながら出ていった。大の大人が泣いてんじゃないよ、まったく。そして俺のお楽しみ、夕食とビールだ。はあ、最高だな。俺は壁を背にゆっくり晩酌を楽しんでいた。するとまた携帯が鳴る。とりあえず出る。私メリーさん、今あなたの後ろにいるの。俺の後ろは壁だ。風呂も入ったし寝るか。はあ、おやすみ。今日も一日疲れたな。眠りに落ちた俺は2時ごろ突然金縛りで目が覚めた。上を見ると天井に長い髪の女がへばりついてじっとこっちを見ている。俺は金縛りを解いて女の髪の毛を引っ張り天井から落とした。女は顎を強打したらしく
手で押さえながらどこかへ消えた。次は池作り。おっと、猿夢だ。次は池作りです。ゴロキレをまとった小人たちが俺に群がってきた。しかし俺は夢の中でも無敵だ。お前らを残らず叩き潰す。ほら小人、はもっと右だよ。もっと強く揉んで。って小さいな。翌朝、俺は電話の着信音で目を覚ました。はい。私メリー。モーニングコールかよ。ああ、いい天気だ。今日も頑張ろうっと。はい、おしまい。まるで都市伝説の宝石箱やでしたね。あら花子、珍しくまだ寝てないわね。うん、面白かったよ。都市伝説いっぱい出てきたね。あらあら、花子は夕食のバイキングとお話のバイキングで興奮しすぎて今夜は眠れそうにありませんね。もう一つお話ししてから寝ることになりそうです。花子はまだ寝ませんが、おやすみなさい皆さん。どうぞ今夜も良い